弾き方によってです。今日はですね、初心者の方からご質問いただいて、どんな弦の種類があるんですかっていう質問だったんですけども、大きく分けて2種類あると思ってください。これがワウンド弦とフラットワウンドの弦ですね。ワウンド弦ってどうなってるかっていうと、針金あるじゃないですか。針金みたいな中にこうぐる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 巻いてあるんですね。それが巻いてあるのをワウンド弦っていうんですよ。で、これこっちのこのエレクサのこれがワウンド弦なんですけど、こうスクラッチするとこういう音が鳴るんですよね、ワウンド弦って。でそれに対してこっちのこういうフルアコって言うんですけど、こういったギターに貼るのはフラットワウンド弦って、ここのギザギザがないんですよ。実際にはですね、巻いてないわけじゃなくて、巻いてあるのをこう潰してつるんとしてくれてあるんですね。なのでこれをですね、こうやってスクラッチしても音あんまりならない。さっきの音小さいの分かりましたね。でも隙間がやっぱりあるので若干はなるんですけどね。でも触った感じはツルツルであるということなんですよ。私が使っているのはですね、ワウンド弦に関してはこのエレクサーっていうのを使っています。エレクサーのオプティウェーブですね、の1046っていうのを使っています。で、ちょっと太いので女性の方にはもうちょっと細い0942ってやつがいいと思うんですけども、男性の方はこっちでいいと思いますね。で、フラットワウンドの弦はトマスティックっていうメーカーの弦ですね。これ貼ってるの、それの11から47まで貼ってます。ちょっとワンステップ太い弦にしています。フルアコにこのワウンド弦を貼るのもありですし、ソリッドにフラットワウンドを貼るのもありなんですね。これはお好みでやってください。私はまあちょっと王道にこういうセットで弾いてやっています。こういうセットで弾いています。もし迷ったらですね、質問するとか聞いていただけましたら、私は適切なアドバイスしますし、弾き方によってですね、こういう弾き方の癖ある方はこういったゲージにした方がいい、こういった弦使った方がいいとかあるんですね。聞いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。